Zweit beschirmst nur nieder walk. Never you be a tulip of mine. の子守歌お聴きいただきましてありがとうございました。では次はですね、私はジブリ映画が大好きなんですけれども、次は私の大好きな映画の、千と千尋の神隠し、という映画の、主題歌になりましたいつも何度でもという曲をお届けしたいと思います。とても歌詞が深くて大好きなんですけれども、海の彼方にはもう探さない輝くものはいつもここに私の中に 見つけられたからという、そうですね、本当にその通りだと思うし、自分自身を救えるのも自分なのかなと思うし、自分を愛せるのも自分なのかなと思います。そんな思いを込めて、お届けしたいと思います。いつも何度でも、胸のどこか奥でいつも心躍る夢を見たり、悲しみは数えきれないけれど、その向こうできっとあなたに会える。繰り返す過ちのその人はただ青い空の青さを知る。果てしなく道が続いて見えるけれど、この両手は光を抱ける。さよならの
かな胸ゼロになる体が耳を澄ませる生きている不思議死んでいく不思議花も風も街もみんな同じララランランラララン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 ラララン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 ですね、今日はですね、姫路の妖精フルーリーに市場のあてで妖精を目撃したリーからですね、熊さんメダルの授与と友好条約締結証というものをね、授与したいと思います。それでは、姫路の妖精フルーリーさんどうぞ。ステージの方に。それではですね、はい、妖精族ということで、今後ねますます仲良くしてくださいという意味を込めて、一緒に頑張っていこうねという意味を込めて、それでは読みます。友好条約締結書、姫路の妖精フルーリー殿、あなたは同じ妖精族として今後リーと懇親を深め、共に切磋琢磨しながら音楽の道を歩む者として、ここに友好条約を結びます。平成24年3月23日、市場縄手で妖精を目撃したリーフルーリーには、リー金星クマさんメダルが授与されます。拍手で。ではですね、ちょっとね、お話ししたいことがありましてですね、なぜ私、市場のあてで妖精を目撃したリーと呼ばれているかというと、そのまんまなんですけど、市場のあて、JR 市場のあて駅の駅地下で妖精を見たことがあるんですよ。これ本当の話ですよ。ですね、本気で話しますね。大丈夫ですよ、ちゃんと時間調節してね、歌1曲減らすんです。ですね、当時、今はね全然見ないんです。というか、妖精とかそういう類のものっていうのは、私の今までの人生経験から思うんですけど、焦点ピントを合わせないと見えないんですよ。今他のことに興味関心がいってるから、
でもたまにそのチカッとするこう、瞬きみたいな光で主張してくることはあるんですけど、どんな感じに見えたかっていうと、あの子らはね、なんかこう真正面には出てこないんですよ。目のね、端っこの方に色はね、バターイエロー、なんかこう卵サブレ的なふわーっとした黄色で、パタパタパタ、本当に蝶々の羽を持ってるんですよ。パタパタパタってここで羽ばたいて、へって思ってこう見たら、一瞬で消えちゃったんですけど、そこ見たらこう高いこう塀があって、なんか草花とかも見当たらないし、なんていうかね、感覚的に、あ、これはこの世のものじゃないなっていう感覚があったので、おそらく本当にあれは妖精だったと思うんですけど、当時の私がね、すごい妖精を追っかけ回してたというかなんかちょっと血に足がついてない状態だったんですね。それはどうしてかっていうと、ちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、なんていうかね、現実に向き合うのがこう辛くて、そういうものにこう心の拠り所を求めてて、妖精が見たい見たいと思って、仕事の帰り、泣きながら仕事から帰るときに、いつも通り道にある公園でゴミ拾いをしてね、私妖精が見たい、妖精さん私の前に現れてと思いながら毎日を過ごしてたら、そうしてね、姿を現してくれたんですね。でも私が見たい見たいと思っても、そのピント合わせてたっていうのと、多分妖精さんがこう本当にサービスで出てきてくれたんだと私は思ってるんですけど、で今はね、もうちゃんとなんとかかんとか血に足もつくようになって、音楽っていうものに出会ったから、今はもっとこう妖精が見たいって思ってた時に比べたら、だいぶ心が強くなりましたね。それであんまりそういうものがなくとも必要じゃなくなったんですね。ちゃんと生きていけるというか、それが理由ですね。でもまあたまに見えますよ、妖精ピカッと光って、あれ妖精の光なんですって。それが私の至上なあてで妖精を目撃したリーの名のゆえんなんです。皆様今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。なんで至上なあてかもようわかりました。なんで至上なあて、ははは、ね、まあ市場なんては用事があって、まあ普通に行ってたんですけど、駅近でしたね、吉祥なんて近くでそう、妖精を見ましたという話です。いやね、皆さん信じてくれるでしょう。まあフルリと猫マフさんは絶対信じてる感じなんですよ。あ、でもそうかもしれませんよ。でも、まあそうですね、確かになんかね、本当にそんな感じがする。いや、私本当にそう思いますよ。人間の体をした妖精っていうのもいるらしいですからね。本人は自覚がないらしいんですけど、妖精さんの猫マフさん、では、リーの演奏続きまして、また次もジブリの曲が2曲続きます。次はテルーの歌もののけ姫と2曲続けてお聴きくださいませ。夕闇迫る雲の上、いつも一羽で飛んでいる。鷹はきっと悲しいかろう。音も途絶えた風の中、空をつかんだその翼、休めることはできなくて、心を何に例えよう。鷹のような子の心、心を何に例えよう。空を舞うような悲しさを、雨の底古い若気に、いつも小さく咲いている。花はきっと切なかろう。色も
も霞んだ雨の中、薄桃色の花びらをめでてくれる手もなくて、心を何に例えよう、花のようなこの心、心を何に例えよう、雨に打たれる切なさを、人影絶えたのの道を、私と共に歩んでる、あなたもきっと寂しかろう、虫のささやく草原を、共に道行く人だけど、絶えてもの言うこともなく、心を何に例えよう、一人道行くこの心、心を何に例えよう、一人ぼっちの寂しさを、次の曲で D の、出番は最後になります。では次はちょっと特別な曲を。
ありがとうという曲をお届けしたいと思います。私の知り合い の息子さんが書かれた詩がもうそのまま歌になってるんですけれども、秀樹さん大丈夫ですか？ちょっと途中で CD が抜けちゃいました。失礼しました。ですね、小学校5年生 の少年なんですけれども、その少年がですね、重い病にかかってしまいまして、5年生の若さで、この世を去らなくてはいけなかったですが、ですね、彼が、あ、ごめんなさい、ハプニングが、すいません、ありがとうございます。ですね、その彼がお父さんに向けて書いた詩なんですね。その少年はですね、とても心が強い子だったのかなと思うんですけども、なしでいきましょうかね。どうしよう、ちょっとポコポコ抜けやすいみたいなんで、シールドが。すいません、なしでもいいし。ですね、この曲はすごい大切に歌わせていただいてるんですけれども、この詩を、深く読むにつれて、理解が深まるにつれて、お父さんをきっと安心させたかったんだろうなと思うんですけれども、その少年はですね、入院中にお別れ会を病院でしたそうで、自分の親しい人と、いいですか、抜いて、自分の入院中に病院の方でね、お別れ会がしたいって言ったそうで、自分の仲の良かった人とかお世話になった人とかを呼んで、最後のお別れをしたいと、すごいなと思うんですけども、自分の運命をこうやって受け入れて、そして最後は自宅療養になってお父さんに看取られて、旅立たれたんですけれども、この曲と出会えたことはものすごく私の中で嬉しいことでして、感謝しながら、心を込めて、歌わせていただきます。それではお聴きください。ありがとう。ありがとう、あなたが思い続けてくれるから僕がいる。ありがとう、多くを語らなくてもその一言で全てが伝わる。あなたの笑顔を見続けたいから、あなたに伝えたい言葉、あなたの笑顔があるから、笑顔になれる。苦しい時も悲しい時も辛い時も、あなたの笑顔で強くなれる。そんな顔しないで、あなたの心に種をまくから、その花はずっと咲かせ続けてほしい。その花が咲き続ける限り、あなたの心の中に僕はいるから、ありがとう。僕が辛い時にあなたが言った言葉、その一言が勇気をくれた。あなたの笑顔とありがとう、他に何もいらない。あなたの笑顔がそばにあるから、僕の心には
なたという花が咲いています。その花が咲き続けてるから、あなたは僕の心の中にずっといる。お互いの心にはずっと枯れることなく、お互いの花が咲き続ける。出番を待っておられます。皆様どうぞお時間の許します限り楽しんでいってください。ありがとうございました。
Jim's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle went off in my hand. The shot rang out across the land. The horse he kept running, the rider was dead. I hung my head, I hung my head. I said I'm running to wake from the dream. And my brother's rifle went into the stream. I kept on running into the soft lands. And that's where they found me, my head in my hands. The sheriff, he asked me, why had I run? And then it came to me, just what I had done. And all for no reason, just one piece of lead. I hung my head, I hung my head.皆さん、最後まで楽しんでいってください。イエイということで、ですね、今から2曲ほど歌いたいと思います。1曲目はオーバーザレインボー、ちょっと短めに歌いたいと思います。2曲目は、フルーリーのオリジナルソングで、ウェディングソングになります、ルシエール大空へ歌います。サンウェイオOf a rainbow, way up high, there's a land that I
ここから続く陽だまりの道
こんばんは、こんばんはでございます、姫路の妖精フルーリーでございます。ですね、先ほどリーさんが条約を結んでくださいまして、妖精仲間ということで、私もなぜ妖精ってついたのかっていうエピソードを話しますとですね、最初は、音楽活動を始めた時はそんなことはなかったんですけど、全然普通にフルーリーやでって自分でこう PR してるような感じやったんですけど、ただ単に途中からその見てる人がなんか妖精みたい妖精みたいっていうように言ってくださったりとかして、それで、あ、じゃあ私妖精なんやわと思って妖精でいてたんですね。でもまあ月日が流れ、こうライブをしているうちにお客さんから、おい姫路の妖精みたいな感じで言われて、あ、これは姫路の妖精で行っとこうっていうことで姫路の妖精フルーリーになったっていう、はい、下村宗司、そう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 宗司君が姫路の妖精って言ったから、そこからなんか受けたっていうね、ただ単に受けたからみたいな感じなんですけどそうそう、なんかじゃあ私なんかフルーリーは妖精なんですかね、リスさん、なんか人間の体を借りた、どう？嘘どっちかですか、嘘、そんな分かりますか、そういうの分かるんですか、本当ですか、本当ですか、そうそう、リーさんもなんか不思議なことが、ね、見えたりとかして、私もあったりとかします。もうみんなこの信じない人はオカルトやみたいな感じで信じてくれへんかもしれないですけどね、私もこうその彷徨ってた時があります。その時にまあ寝てて、こう朝方はーってなんかこう見たら、大きな光の玉がジジジジジってこう水晶みたいにわーってなってるのが現れて、それで、あ、なんか自分で勝手に、あ、魂磨かなあかんと思ったんです。それで手でこうキュッキュッって磨いて、で、まあ、その日は出かけたんですけど、いや、そっからその日から3日間周りの景色とかも人もみんなピッカピカに見えてたっていう3日間ぐらい、もういつもと変わらない、もう普通に出勤して仕事に行ってるのに、そういう不思議なことはあったことはあります、いろいろ。で、魂を磨いたのでだいぶ私も強くなりましたしそれから音楽と出会ったというか、やりたかった音楽をし始めて、はい、一緒のような感じやなってさっき思いながら聞いてました。はい、ということで何の話やみたいな感じですけれどもね、はい。で、そうですね、みんな誰でもあると思うんですね、そのね、山あり谷ある、いいこともあれば、ね、悪いことっていうかね、こうちょっと自分修行せなあかんのちゃうみたいな時もあると思うんですけれども、そんな時に、書いた曲がありまして、そうですね、その、まあ、このさまよってた時ら辺はこう人とね、いろいろぶつかったりとかすることもありまして、それは何でだろうなっていうことを思った時に、ですね、自分インナーチャイルドっていう言葉をみんな聞いたことあると思うんですけれども、ちっちゃい時にその傷ついなんかその周りの人から受けた傷とか、その拒否されたことだとか、すごい些細なことが自分の中にすごく残っていて、そのままその傷は癒えないまま大人になってしまうんですけれども、なので、本来自分が素直に生きてるなと思うんですが、その傷を抱えたまま生きてるってことで、本来の自分とはちょっとかけ離れた生き方をしてるっていう人が結構たくさんいると思うんですね。言い出せなかったりとか、なんか本音を言えず溜めてしまったりとかいう、で自分はそういう、タイプだったんだなっていうことを考えます。インナーチャイルドがいるなと思った時があります。そしてそのインナーチャイルドをこう、なんて言いますか、こう解決策、インナーチャイルドをどうするかという解決策として、そのちっちゃい時の自分のインナーチャイルドを、大人の自分が自分を愛すっていうやり方があるんですね。で、先ほどリーさんが歌っていた、そのいつも何度でもっていう歌もそうなんですけど、自分で自分を愛す、それが、一番前言ったら、その、ね、他に頼るんではなく自分が自分のことを好きになっていくっていうことが、そのインナーチャイルドの解決の方法だったりします、という曲を今から歌いたいと思います。チャイルド、チャイルド、小さな、とても小さな女の子、こっちへ
置いてよ抱きしめてあげる Child 泣いているの声を殺してただ一人で大丈夫私がそばにいるからいつの間にか閉じ込めていた
ありがとうございました。最後でした。
日の当たる窓辺でした。今日も仕事に行き、そして帰ってまいりました。フローリーでございます。余生も仕事をしなければ生活はできませんということですね。はい、できましたですか。本当ですか。忙しい。そうなんですよね、実は、毎日忙しいですよね、とても大変でございます、いろいろね。はい、まあ、なんかこう、ね、生きていてて過ごしていてて思いますけれども、よりよくね、みんな毎日こう笑って過ごしていければいいなと思うんですが、まあ、なかなかそうもいかず、はい、そうもいかずっていうことがあるから、まあね、いい時はとてもいいと思えるっていうのもあるんですけれども、別にそれにかっこつけるわけではないですが、ですね、あのちょこちょこあの活動しておりまして、あの神戸を盛り上げようっていうサイトを作ろうということでですね、あのお友達と今立ち上げ中でございます。そう、まだ秘密なんですけどもね、企業秘密。そうで、その、番組をやっておりまして、プラネット TV という番組をやっておりまして、その番組の中からちょっと生まれ、そういうのをやろうよっていう生まれた、ことでございましてですね、はい、それが毎月、1回だいたい後半の、まあ、土曜日か日曜日に放送させていただいてるんですからね、まあ、ただのフリートークなんですけれども今のとこ、はいはい、それがですね、あさっての日曜日に、まあ、放送なんですが、初めての、野外イベントで屋外中継っていうんかな、なんかになります。イエーイみたいな、イエーイみたいな感じで、はい、すごいね。歌わないんです全然、なんかそれはなんかあのイベントがあのですね、神戸アミューゼっていう日本最大級の、ここに書いてるんですけどね、食の遊園地って言ってね、港の森公園でなんか行われるそうで、なんかあの B1 グランプリの神戸バージョンみたいな感じで、そう行われるそうでございまして、はい、それに出かけてちょっと行ってこうかなと思います。神戸のその活性化のためにちょっとまあまあ一役、まあ買うか買わないかまだ今のところはまだわからないですけれども、はい、よかったらそれを見ていただきたいなと思います。朝10時ぐらいから多分あるみたいなんですけれどもね、はい、それはまたあのフローリーのホームページとかで見れますので、あとフェイスブックとかやってますので、それでチェックしていただけたらいいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということですね、はい、お仕事も行ってきました。はい、今日もやはりいつものごとくこうしながら寝てたいつも言ってるっていう、ちょっとたまにねやってしまうんですけれどもね、なんでそんなことができるのかっていう、いつもね、なんかまた今日もやってしまったんですわはい、でもちゃんと間に合って終わりましたんで、お仕事もですね、はい、で次の曲はですね、はい、そんなすぐサボってしまうような私に、私じゃないけど、はい、サボってしまうような女子に作った歌を今から歌いたいと思います。おサボり姫
ことはない、絶対まずはできることから、焦らなくていいんだ、窓辺には鮮やかな花を、心と本当はね、ちょっと踊ろうかなと思ってて、なんか音楽音流して忘れてきた MD みたいな感じでですね、もうちょっと今日は歌いますから、すみませんね、ほんまにちょっと変なテンションになってきました、フルーリー陽性やけど、はいはい、ですね、なんか本を読むのが結構好きで、いろいろ読んでます、いろんな本を。でですね、なんかそのとある言葉が良かったなと思ったことがあって、もうね覚えられないから全部書いてるんですですね、一生が首飾りなら毎日は真珠、一生が檻なら毎日は涙、一生が森なら毎日は木っていう、ね、ジャック・プレベールさんという方の詩みたいなんですけども、ほんまそうやなと思って、こう毎日毎日の積み重ねが、まあ、言うと未来の自分につながっていく、ね、毎日こういいことしたりとか笑って過ごしていったら、まあ、こう徳がどん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 こう積み重なっていくんじゃないかなっていうことをすごく、思っていた時がありまして、そんな時に作った曲、ナチュラルという曲を今から歌いたいと思います。はい、こちら私化粧品でですね、ポール・ジョーさんの化粧品をよく使ってるんですけれども、そのモチーフもちょっと入れたような曲になっておりますので、頑張ります、新曲ナチュラル、はい、ありがとう、はい、ナチュラル。この手に残された力で何ができる、ローリングウェイ、ジャスローリングウェイ、すべてが遅すぎることはない、夢も見るの、 Rolling way, yes, Rolling way, yeah. くすみは取った、弾けた胸で小さなハピネス期待するわ、開いて溢れ出したエナジーは素顔のまま、でもそらさないでぎゅっと抱きしめてくよ、あなたを、気がつけば手のひらにはたくさんの微笑みが、ほらこぼれたあの涙を深く味わえたなら、Rolling way, just rolling way, yeah.
白い真珠つなぎ合わせた首飾り、いつかに会いますように溢れてこぼれそうなエナジーを素肌に注ぐ全て落とさないでぎゅっと抱きしめてくよあなたを気がつけば手のひらにはたくさんの幸せがほら磨いたのは曇っていたこの心潤いを与えたり洗ったりそして何よりも優しい歌を歌えるように生まれ変わる喜びを舞う日々はもっと美しく咲く開いて溢れ出した味は素顔のままでもそんな大きな声で歌っていただきたいと思いますね。はい、よろしく。